にちは、ごいちです。今日はそら豆を超おいしく召し上がっていただく方法を解説します。それは家庭菜園でそら豆を育てて新鮮な熟したそら豆を収穫して食べる方法です。その方法1から10までを順を追って解説します。その前に、おいらが家庭菜園でそら豆を育てる理由は何だと思いますか？春、独特なそら豆の風味とともにビールを美味しくいただくために作っています。そら豆は焼いても茹でても美味しくいただくことができますけど、家庭菜園でそら豆を育てているなら焼きをおすすめします。アブラムシがつきやすい野菜ですので、どうやったらアブラムシの被害に遭わないかコツがありますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。おまけも用意しました。1、種は一寸そら豆がおすすめです。仁徳一寸が有名ですが、おいらが今回種まきしたのがこれです。2、ポットに種まきすることをおすすめします。種は殺菌処理のため着色しているものもあります。薬品なので触った後は後でちゃんと手を洗ってくださいね。種まき時期の解説です。北海道は3月上旬から5月上旬、東北3月上旬から4月中旬、8月下旬から10月下旬、中間地9月上旬から11月中旬、団地9月下旬から11月下旬。3、そら豆の種まきはお歯黒と呼ばれる黒い筋を下にしてまくのがコツ。この部分から根と芽が出て伸びてきます。向きを間違えてしまうと芽が出ない場合があるので注意が必要です。4、種まきに一度水をあげたらじっと待つ。そら豆の種まきをしたら一度たっぷり水をあげて遮光シートをかぶせて約2週間待ちます。5、草丈が7-8センチ、これは本葉が5-6枚になったら定植してください。菜園だけでなくプランターでも構いません。冬越し中の草丈が耐寒性が最も高い15-20センチになった頃がベストサイズです。6、定植時摘心します。オイラの場合定植する時点で摘心してしまいます。いろいろやり方があるようですが、週末しか菜園に来ないのでできるだけ手間がかからない方法として定植時に摘心してしまいます。成長点が摘心されると春根元から脇芽が4本から8本ぐらい出てきます。それでは早速摘心してみましょう。植え付ける時ですね、もう摘心します。この辺りからこんな感じですね。これ今摘心しました。摘心すると、成長段階の時にこの脇からですね4本か5本ですね芽が出てきます。でそこから房ができまして収穫量がアップします。この状況で植え付けていきたいと思います。それでは早速定植を始めます。これも切ります。7、春、間違いなく先端にアブラムシがやってきます。柔らかい茎の先端に葉の汁を吸うため集まってきます。アブラムシを取る方法です。洗面器に水を張って先端を振ると洗面器に落ちてきます。アブラムシはそら豆黄化病やそら豆モザイク病などのウイルス性の病気を媒介するので、見つけ次第直ちに駆除することが必要です。さて、そら豆は春になると美しい花を咲かせます。白い花でうっすら紫色を含んだ花が咲きます。実際においらが育てた一寸そら豆の花をご覧ください。8、草丈が60センチから70センチの頃、アブラムシがつき始めたら摘心してアブラムシごと処分します。摘心することでアブラムシ対策にもなるし、栄養が豆に送り込まれ大きく太った豆がたくさん収穫できます。それでは実際の摘心を見ていきましょう。今日はそら豆成長点のカットとアブラムシ対策を行っていきます。ここは庭の片隅にある小さな小さな菜園です。
まあ、花壇ですね、ここはですね大体1平方四方ぐらいですね、ちょっとそれよりは少し大きいですけども、毎年ここにですねそら豆をまいていまして、そら豆が大きくなりだしましたので、今日点検するとともに成長点をカットしていきたいと思います。それではですね、成長点にアブラムシもいますのでカットしていきたいと思います。そら豆の花は下から上へ徐々に花芽がつき始めます。上の方の遅く開花したものは収穫が見込めないので早めに摘心し、養分を残った鞘の実つきのために充実させる効果もあります。その後しばらくすると鞘が少しずつ膨らみます。鞘が本当に空を見上げているような感じになります。中の豆が充実してくると徐々に下へ垂れ下がってきます。上を向いていた鞘が重みで垂れ下がって収穫時期を教えてくれるなんてありがたいことですよね。9、やがて真っ黒な花になります。枯れたみたいな感じになります。筋が黒褐色になって光沢が出始める頃が家庭菜園で楽しんでいる人だけが楽しめる美味しいタイミング。ギリギリまで熟してから収穫すると断然甘さが違います。そら豆が本当に美味しい期間はたった3日間と言われているのをご存知でしたか。収穫後は鮮度の落ちるのが早く、まさに鮮度が命。これは枝豆も変わりませんが、豆類は鮮度が命だと思います。本物の美味しいそら豆を味わいたいなら家庭菜園で楽しむのが一番です。おすすめの食べ方は焼きそら豆です。茹でもいいんですが焼きそら豆はおすすめ。鞘ごとしっかり焦げ目がつくまでじっくり両面を焼き上げます。今回は食べるシーンがありません、すいません。また今度の機会に撮影したいと思いますのでチャンネル登録をお願いいたします。さてここからおまけです。アブラムシ対策を紹介します。さて今からですねそら豆のアブラムシ対策を紹介していきたいと思います。まずこれが木作液、これも詰め替えてあります。もう元の木作液のボトルは捨てました。これがまず木作液です。こちらがですね今使っている、これ木作液なのかわからないですけども、お酢の力で野菜を病気と虫から守るスプレーでございます。これはもうだいぶ前に買ってですね時々使ってます。基本的にあの無農薬なんですけども、アブラムシが出た時はこれを使ってます。でこちらはですね花壇セーフ食品成分生まれ野菜と花の虫病気に化学殺虫剤ゼロ、こういうものも使ってますが、これはですね家で使ってるのを持ってきました。これまでそら豆はですね家のちっちゃな庭で作ってたんですけども、今年は畝に持ってきました。去年まではこれを、使ってました。アブラムシはキラキラするものは嫌いなので、こういう CD とか DVD の余ったのを捨てるようなやつを畝の上に置いといても大丈夫です。でコストはかかりますけども、このような、キラキラテープ、これをですね苗の周りに、支柱を立ててですねその周りをぐるりと回すと、そういう作戦もありです。次にですねこのお菓子のパッケージ、これの裏はだいたいこういう銀色になってますので、これを集めておいて畝の周りに、支柱と一緒にですね立てかけておく、これでもいいです。これだともうただですね、材料費ただ。最近カップラーメンもですねもうこう銀紙になってます。これはわかめそばですが、この裏側も銀色になってますので、こう折ってですね穴開けて紐で通して支柱にくくりつけておいても大丈夫です。あとこちら、黄色い粘着シート、
これはまあ買わなきゃいけないですけども、この粘着シートをですね、まあ、これも支柱にこう引っ掛けておくんですけど、これ雨降ると粘着シートがですね、もう弱くなっちゃいますので、まあ何個もこれ買える方はこれでも構いません。あとこれは実際に今隣の菜園仲間が使っている銀色のシート、これはスナック菓子ですね。もう1年使ったのでもうボロボロになってますが、結構耐力性はあります。